客さん、みんなワクワクしてくれてるみたいだね。っていうかすごくない？スノアお客さんでパンパンだね。前アメモメとライブやった時と同じぐらい人いるんじゃない？ここまで感情を埋められるなんて、レオニードもすっかり人気バンドだね。今回は初めてのワンマンで、今までお世話になった人も招待で呼んでたりするから、いつもよりたくさん来てくれてるんだと思うよ。でも、それだけじゃここまで埋まらないだろ。動画アップした影響とかもあるんじゃないか。それあると思う。さっき動画見て気になってきたってお客さん見かけたし。そうなんだ。再生数はそこまで多いわけじゃなかったから、そういうお客さんは少ないかなって思ってたけど、ちゃんと興味を持ってもらえたんだね。みんなで頑張って作ってよかった。期待して来てくれてるお客さんのためにも演奏で応えなきゃね。いざライブ始まって想像と違ったってがっかりさせるわけにはいかないし。そうだね。でもきっと大丈夫だよ。やれることはやりきったから。練習だけじゃなくて今日までのセッティングも。うん、このライブには私たちの思いがたくさん詰まってるもんね。だからきっとみんなの期待に応えられるライブができると思うな。そうだよね。あとは思いっきり頑張るだけだね。でもでもすっごく感動しちゃうな。みんなでやってきたことがこんな風に形になって、今日は本当に今までで一番の最高のライブができちゃう気がする。その気持ちがあれば大丈夫ね。みんな楽しんで。ありがとうございます。そろそろ時間だね。いつものやろうか。待ってました。気合と勇気をくれるスターピース。今回は志保に掛け声をお願いしようかな。あ、私が。うん、志保がいなかったらここまで来れてないと思うから。それじゃあ、さっき話した通り、このワンマンには本当にたくさんの人が来てくれてる。このワンマンを応援してくれた人たちや、私たちが前に進むための力をくれた人たち。それだけじゃなくて、今までのライブで見たことがある人たちもたくさん来てくれてる。だから、初めてのワンマンライブ、絶対後悔しないように、私たちの曲を聴きに来てくれた人たちへ最高の演奏を届けよう。このライブはレオニードの今までの集大成で、未来を決める大事な一歩でもあるから。うん、今日に向けて今までたくさん準備してきた。でもワンマンっていう特別なライブができるのは、ただ私たちが頑張ったから
だけじゃないんだよね。私たちの音楽を好きって言ってくれる人たちがいたからここまで来れた。だからこそ今日はそんな人たちに私たちの気持ちがいっぱい詰まったステージを楽しんでほしい。それに、はい、これからも皆さんの活動を見ていって、もしいい機会があれば一緒に仕事ができたらと思っています。このライブを成功させたら私たちはプロになれるかもしれない。みんながずっと憧れてた、ずっと夢だったプロに。行くよ。皆さん、こんばんは。レオニードで。すごい歓声。こんなの聞いたことない。今までのライブとは違う。本当に、ここにいる人たちみんなが、私たちだけを見に来てくれてて。私たちの音楽を、聞きたいと思ってくれてるんだ。これがワンマン、私たちのレオニードのライブの空気。皆さん、今日は私たちの初めてのワンマンに足を運んでくださって本当にありがとうございます。こうして私たちだけのライブができるようになるまで、いろんなことがありましたが、無事にワンマンを開催できたのは、私たちの音楽を好きだって言ってくれる皆さんのおかげです。なので、これまで私たちのことを応援してくれた皆さんのためにも、今日のライブも、最高のライブにしたいと思います。それでは、1曲目、聴いてください。このライブのために書き下ろしてきた、私たちの新曲。